画面越しのユーチューブユーザーの皆さん、こんばんは、オペリアです。はい、ということで、ワンナイトマジックガチャ復刻ということで、期間限定メンバー再登場ですよ、再登場。これやばない。今回なんですけど、見習い魔女、鶴巻心ちゃん狙って引いていけたらいいなと思います。もちろんね、美咲ちゃん、そしてリニリン、あ、リニリン持ってるな。美咲ちゃんと、心ちゃん狙っても引いていけたらいいなと思います。同性の方はやっちゃいました。もう当たり前のように星2だったんですけど、今回10連1回だけ引けるということで引いていけたらいいなと思います。なんか最近個人キャラに対する動画多すぎて他の動画の作り方を完全に忘れちゃってる僕なんですけど、こんな感じだったよね。確か引く時2500個使ってワンナイトマジックガチャ復活。さあ、おいでませ。もうね、最近二次演出来てないよ。レインボー、ダブルレインボー見てないよ。リミリン、ありがとう。ひなひなでした。はい、申し訳ございません。世界の笑顔に心ちゃん、そしてリメリン、ありがとうございます。おっと、モカちゃん2勝。いいことあるよ。あ、違う、これ1勝モカだね。というか、もう初期モカってことですけど、あ、だよね。ありがとうございます。いいね、赤飯横にいるじゃん。そしてひまり、我らがラティアート丸山あや、そしてひなひな、ありがとうございます。待って、困るな。2500個消えてんだよな、こっちはよ。赤メッシュ、ありがとうございます。赤メッシュ、昨日の夕、かっこいい姉ってさ、アコに頼られることだけなの？あー、2500個早すぎな。マジか。ちょっと待ってくださいよ、これは。ランモカというね、カップリングの発作を引いたわけなんです。面白みな。なにね、もう期間限定、もうこういったね、期間限定というものは闇が深いんで、皆さん僕のように片足突っ込まないように頑張っていきましょう。はい、そんな感じでワンナイトマジックガチャオッピーでした。どういうこと。